よしかの全国高校サッカーを巡る旅。じゃあすいません、小坂さん、よろしくお願いします。いやー、小坂さん、なんか久しぶりな感じが全くしないんですけど、正式にこの間ね、あの福井でご一緒させていただいてですもんね。そうですね、はい、毎年解説していただいてるんで、はい、もう僕は松村さんと会うのを本当にあの楽しみでっていうので、はい、こちらこそいつもありがとうございます、ね。小坂さんとのご縁は僕もそれこそジュビロの時とか、まあ、福井であの試合させてもらったりとかしてて、その後 A 級ライセンスでも小坂さんと一緒で、あの本当こうあのハードワークされる左からのクロスっていうイメージが、まあ、それを逆に選手にも求めてるかなっていうまあ、そんな小坂さんですけれども、あのこの丸岡高校、歴史がものすごいあるじゃないですか。小坂さんの監督としてのなんかコンセプトっていうか、サッカー感というか、どういうところなんでしょうかね。まずはやっぱり、一生懸命やること、やっぱりそこのところをすごく求めてるので、でも僕も本当の指導をやりたいと思ったきっかけで、駒澤大学の秋田先生に指導を受けて、それであの僕も指導者になりたいというふうに思っておりまして、秋田先生がちょうどヨーロッパ行かれた時に行ってた、1年間行ってた時に僕も、一緒に行かせてもらって、はい、その時に見たやっぱりアヤックスとか、その影響っていうのはすごくあって、そこがやっぱ僕の一番の今のベース。前に早くも運べるし、ボールも動かせるしっていうのを実際には理想としてはやりたいんですけどね、はい。まあ、福井っていうとやっぱりなかなかそういうあの選手が他の地域と比べて出にくいところでもあると思いますし、またあの J クラブもないですよね。なんでその辺で育成ってどういう風にされてるんですか。サカフェニックスジュニアユースっていう、そういう下のチームから6人じゃあ基本ベースはそのジュニアユース、境フェニックスがあって、で丸岡高校の6年間というスパンの中で育成されています。そうですね。ただあのその周りの、中大連なんかも指導しているのが丸岡の OB なんですよね。大内というですね、丸岡の OB がそうやってやってるところにこうあのとのこうディスカッションしながら、はい、ということもまあ多いです、ね。なんかウルグアイ代表みたいですね。あのタバレス監督がいて、その教え子たちがいろんなチームの監督コーチだったりとかしてるっていう、はい、なんかそんなイメージですよね。そうですね。だから僕よりもあの先生の教え子の方がまあこう周りにいて、その先生方との連携とか、まあ、いやもう小坂さんのお父さんって言ったらもう偉大な方ですけど、本当そういうご縁で僕もああいうあのジュビロつながりで福井でやらせてもらったり、その辺のお父さんのその偉大さっていうのはやっぱ感じますか。やっぱ感じますね。で全国での戦い方、県内での戦い方、うちの父親だけじゃなくて、星稜の川崎先生、丸岡、はい、の小沢先生、富山第一の、まあ、大塚さんと、その前の長嶺の先生、はい、この3人のこう北陸を強くするっていう、そういうのがあって、その3人がこう切磋琢磨しながら、なんかこう3人が学んできたことを生かしながらやってるっていうのを、今、最近すごく感じますね。あの3人のこうサッカー不毛の地って言われた、その北陸を強くしたいっていう情熱とか、そのアイデアとか、はい、そういうのは本当に今こうやってやってみて、すごく偉大だったんだなっていう。なるほど、まあ、北陸で本当はあのサッカーがそこまで昔は、はい、あの強くなくて、なかなか選手も育ちにくかった、まあ、雪もありますし、はいはいはい、ところでもあると思うんですよね、はい、でそのお三方がベースをこう築いて、ずっとこう礎をこう築いてこられて、
でそこの上積みを小坂さんの今たちがされていくっていうことです、はいはいはい、それをこう絶やしちゃダメだなっていうことと、でこれそれ以上にっていう、ただそれ以上にっていうふうに思ってるけど、やっぱりちょっと根っこの部分のところをもっともっとこうその方たちがまだああやって元気な時に僕らがこう教えてもらいながら指導してもらいながらまだやってるっていう、まだまだなんかこう足りないところではあるんですけど、僕も指導ここでやって13年なので、でもまだまだ足りないなっていう、やればやることできたんですけど、今度ピッチ内のところの話させていただきたいんですけど、先ほどそのアヤックスっていう言葉がモチーフというか刺激を受けたということで、その縦にも速く、それから横を幅も使ったりポゼッションもしながら、この両面を使っていきたいということですよね、はい、そうですね、そこのところで例えばサイドに行ったらもうワンツーとかで離していくとか、サイドポイントですよ、うん、そこのところは本当にもっとスピーディーに、はい、っていうところは今は意識してます。丸岡のサッカーって、今日もこうやって試合されてますけど、どういうサッカーがメインなんですか？僕の自分の思ってることは奪って早く、なるべく手数かけないということを意識してやってますね。その努力ある子が、とかテクニックある子が揃うわけでもなく、その中でじゃあチームとしてやっぱり奪い方を統一しながら、じゃあそっからのボールの運び方も統一しながら、やっていくっていうことが今丸岡としてはすごく大事なことかなっていう。それが全国で勝っていくレースにもなってるかなっていう、その時に必要なモデルっていう、選手たちにはっきりさせて、はい、でやっていかないと多分とてもそのいろんなことができないっていう選手はなかなか集まってこないので、そこだけはすごくこだわって。じゃあ良い守備から良い攻撃ってよく言いますけど、はい、まず守備から入って、はい、でボール奪ったらダイレクトプレーで、はい、一気にゴール目指すと、はい、じゃあそうなるとちゃんとするとこうチーム、ここで、そのタレントがそこまでない分、チームとしてまとまってないとなかなか難しいですよ。そうですね、すごくこう学ぶことかなっていう、ただその今回インターハイム山田さんとか青森山田さんとかとやっても、青森山田としてもチームとして徹底してるっていうことがあるので、僕らはなおさらもっとってそういうところの戦い方っていうのを徹底させないとダメだなっていうふうには思います。なるほど、はい、そんな中でですね、今回選手権がスタートします。阪南と1回戦当たりますけれども、いかがですか？この力っていうのは本当にすごいなっていう、それはどういうふうにこうチームとしてか集団として対抗するかっていうところがすごく悩みます、ね。こういうゲーム展開になるんじゃないかっていうのはありますか？ゲームはちょっと何試合か見させてもらって、前半の立ち上がりにグッとくるんですよね、それをなんとかしのいでやって、じゃあそこからちょっと向こうが焦り出すような、そういうゲーム展開に持ち込みたいな。そうなるとミスも出てくるんじゃないかなと思うので、そのミスをに応じてっていうか、そこで先にうちが点取れればなっていうふうには思います。なるほど。今年はなんかひっくり返すような力ないので。じゃあしのいでですね。そうですね、我慢と徹底と。高校サッカーの場合すぐに PK ですよね。そうです。この辺どうですか？指導者として難しくないですか、これ？そうですね。でも20年前に丸岡がベスト4上がった時に、
PK 戦3試合ぐらいやってました。はい、なので我慢と徹底しながら1点先取って追いつかれて PK のもしょうがないかなというふうに、はい、やっぱり PK は自信ありますか？僕はないですけど選手はなんかありますよね。なんかインターハイ勝った時に PK だったんですよ。あ、だからそこのところはすごくあの子らは落ち着いてやってるなっていうのを感じて聞いて。で、小坂さん、あの最後になんですけれども、はい、あの今年 の、 あの選手権の目標を、はい、カメラに向かってお願いします。はい、まずはやっぱり初戦ですね。初戦突破かなというふうには思っています。はい、ただ、それは本当に初戦がやっぱり強豪チームなんで、それに乗り切れればいいかなというふうには思うことと、やっぱりインターハイの後どれぐらいチームが成長したのかっていうことを明るい目で青森山田と思います。なるほど、はいはいはい、じゃあ、監督楽しみにしてますので暴れてください。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。